AFP イコール時事、更新中国の国家衛生健康委員会、ナショナルヘルスコミッションは29日、新型コロナウイルスの感染者が5974人になったと発表した。2002から3年に流行した重症急性呼吸器症候群、SARS の中国での感染者数5327人を上回った。新型コロナウイルスの感染者が5974人になったと発表した。2002から3年に流行した重症急性呼吸器症候群 SARS の中国での感染者数5327人を上回った。国家衛生健康委員会は同日の発表で1400人以上の新規患者が確認され、死者は132人になったことも明らかにした。2002から3年の SARS では世界で770人以上、うち中国では349人が死亡した。これに先立ち、流行の中心地となっている中国中部、湖北、湖北省の保健当局は同日、同ウイルスによるこれまでの死者数が前回発表から25人増えて131人になり、新たに840人の感染者が確認されたと発表していた。専門家の間では、今回の中国政府の対応は SARS 流行の時よりも素早くオープンだと評価する声もある一方、今月に入って感染が拡大し始めた時期に地方当局者がウイルスへの対応よりも社会の安定の維持を重視していたという批判もある。